どうもアーサーです。ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきますということでですね、今回は序盤で EV を入手する方法をですね、皆様に紹介していきます。で、EV はですねここら辺にいます。はい。で、ここら辺に探しに行っていなかった場合は、また街の方に戻りましょう。セルクルタウンに戻ってまた南2番エリアに行って、これを繰り返しながら、EV を探すと。で、 EV は出現率がまあまあ低いので、根気強く探します。セルクルタウンに行って南2番エリアに、これを繰り返していけば、いずれ EV に遭遇できるという感じの流れになっていますが、いませんね。EV 見た目がちょっと茶色なので、ちょっと見分けがつくかどうかが少々しんいましたいました。あ、鳴き声出してくれて助かりましたね。鳴き声聞こえなかったらちょっと見逃してましたねこれ。さあ、それでは捕まりましょう。レベル11、モンボで一発で捕まるんじゃないでしょうかね。おっと。で、厳選をする場合もですね、このやり方が一番効率いいかと思います。はい。セルクルタウンに近いしね。はい、OK。無事 EV を捕獲することができました。さあ、ちょっと性格の方が気になるところですが、石から出る放射線によって結構えぐいこと書かれてるな。おっとりか。うん。ということで、皆さんもですね、ぜひ EV 捕まえてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。